皆さんこんにちは。今回なんですけれども、まあ戦術的なところね、話したいと思っていて、まあ、具体的に言うとですね、偽センターバック、これについて少しお話ししたいと思います。偽センターバックといってもね、一人にね、こう一体どういう戦術なのみたいなところがあると思うんですけども、まずね、僕が挙げたいのはやっぱりね、グアルディオラの戦術でね、偽センターバックが使われた試合みたいなところをね、フォーカスしたいと思います。で、具体的に言うと、まあ、目を引いたのはですね、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、シャルケ対マンチェスターシティの一戦ですね、まあ、ファーストリーグの試合なんですけれども、この試合でグアルディオラはフェルナンジーニョをセンターバックに起用しています。で、まあ、4-3-3の右のセンターバックにフェルナンジーニョを入れたんですけれども、この試合ね、まずポゼッション率で言うと、シティが 67% で、シャルケは 33% と、まあ、シティが圧倒したわけです。で、フェルナンジーニョはね、数字はどうだったのっていうところなんですけれども、この試合、パス成功本数80本、パス成功率 94% と、やっぱりね、最終ラインに、それからビルドアップ能力が高い、ボールをね、前進させる能力が高い選手を置くっていうところのね、効果はね、認められるんじゃないかなと思います。またですね、チャンピオンズリーグで言うと、ドルトムント、ファーブル監督がですね、同様に偽センターバックをね、使ったことがありました。これはね、決勝トーナメント1回戦、トッテナム戦、セカンドリーグの試合ですね、バイグルをセンターバックに、起用しています。で、4-1-4-1の右センターバックに、バイグルがね、入ったんですけれども、バイグルの数字だというと、パス成功本数80本、パス成功率 98% と、まあ、本当に驚異的な、数字をね、記録しています。で、この試合ね、ドルトムントポゼッション率 64%、で、トッテナムのポゼッション率は 36% だったというところでね、こちらもやっぱりこう、偽センターバック、基本来であればボランチだったり、アンカーを務める選手が最終ラインに入ることで、ビルドアップのね、力を高めるとか、ポゼッション率を上げるっていうところのね、効果が、ね、証明されていると言えますね。あとはですね、ユベントス、アレクリ監督がですね、エムレジャンを、これもね、チャンピオンズリーグ決勝タイム1回戦のセカンドレグで、まあ、偽センターバック、また、もというと、第3のセンターバックとしてね、まあ、最終ラインのところに下げてきて、ビルドアップを円滑にしたと。で、あの試合で言うと、ユベントスはね、右サイド、あとは左サイドを崩すってことをね、徹底的にやろうとしていたので、エムレジャンがですね、まあ、本当だったらこう、インテリオールの位置にいるんですけども、そこから最終ラインまで引いてきて、ボールを前進させていくことで、まあ、ピアニッチだったりとか、まあ、さらに引いてきたベルナレスキーとか、ミサイル、カンセローとコンビネーションすることでね、数的利用を作って前進させていくっていうところではね、これも偽センターバックの戦術だったと言えると思います。もともとですね、最近の世界の、まあ、特にヨーロッパですね、フットボールシーンの傾向として、まあ、この、ね、アンカー選手が落ちてきて、選択2枚と3枚でビルドアップすると、3枚ビルドアップの形を取るっていうのが、まあ、割ともう一般的とね言える形になってきています。まあ、アンカー落ちとかっていうね、言われるやつですね。ただ今回説明した偽センターバックですね、フェルナンジーニョだったりバイルの例で言うと、もともとねここに、アンカー本職の選手がここのねセンターバックの位置にいることによって、まあ、ビルドアップしていく、まあ、また違った形でビルドアップしていくっていうところでね、でこっからやっぱり持ち上がることによって、まあ、もう一人センターバックがこう中に入ってきて、サイドバックの2人がねこういう形でビルドアップしていくことが多いと。で、場合によってはここからセンターバックの選手が持ち上がることによって、こっちのサイドバックが出ていって、でこっちは絞ってくるとか、あるいはこのまま残ってでこう縛って、ビルドアップしていくとかっていうのがあって、まあ、つまりここに最終ラインこう2枚残した形でビルドアップしていく、まあ、非常にこうリスクが高いわけなんですけれども、これ見て分かるように、まあ、中盤にはね、この時点でまあ5枚いると。でさらにこう、ね、ウィング前線の選手、まあ、サイドハーフかもしれませんけども、その選手がさ1個落ちてくることによっても、ね、6枚、中盤にいる形でビルドアップしていくことが可能になるっていうのがあります。では簡単に単純に言ってね、これで数的有利がね、非常に作りやすくなりますし、まあ、スペースがねこう密集する分ですね、相手のマークをプレスの的を絞らせにくくするっていうのもあるので、
それにこう、まあ、例えばマンチェスターシティとかグアルディオラが好むようなこうテクニックが高い選手がたくさんいると、もうセンターバックからここから持ち上がっただけで、ほぼ自動的にですね中盤のところに数的有利が作れるような仕組みになっていますから、ボールを前進させるっていうところに関して言うと本当にね、グアルディオラが望むようにですね、中盤で数的有利を作って、まあ、それを活かしながらボールを高い位置まで運んでいくっていうことが可能になると、まあ、そういった戦術になっていると思います。今回ですね2センターバックについて、お話ししましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。これねファルソセントラルみたいに、スペイン語でいうところに呼ばれるところで、割と近年ですね、ファルソラテラルとかインスタサイドバックとか、まあ、ファルソンドエベ、これはね、まあ、一番有名になったかもしれませんけど、2世背番号9、0トップのことですね、っていうね戦術がやっぱり出てきたところもあって、まあでも何でもかんでもねファルソをつければいいのかとかね、2世何々ってつければいいのかっていうと必ずしもそうではなくて、今回2世センターバックについて話しましたけれども、その2世センターバックっていうものが果たしてどういった機能性を担保するのか、どういった役割で、どういった効果をねもたらすのか、どういう貢献をチームにするのかっていうところまでね落とし込んで、フットボールを見るとね非常に面白いんじゃないかなと思います。なのでね、皆さんも、まあ、自分の視点だったりとか、まあ、こうやってね僕が言うこととか、まあ、こういうのありますよっていうのをね含めて、試合を見てくれると嬉しいですし、まあ、今回のので言うと、この選手が2世センターバックやったら面白いんじゃないかなとか、2世センターバックを基準にチームを作っていくとこうなるなとか、このチーム例えば、まあ、今回ねマンチェスターチとかドルトムントとか挙げましたけれども、まあ、この戦術で言うとどちらかというとボールを握りたいチーム、ボールを握るキャパシティがあるチームですね、こういったチーム、まあ、ポゼッションしたいチームなんかがこの戦術を取ると非常にいいわけで、なのでそういったチームにこういった選手、センターバックの選手、あるいはアンカーなんだけれどもそのままセンターバックにコンバートしたらどうかみたいな選手とかねいたら、思いついたところがあったらねまたコメントとかくれると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、皆さんまたお会いしましょう。アスタレゴ。